去年の12月23日リファ有明でのザ・トーナメントで一度戦いました。2分32秒、その時には高山が杉浦を破りました。ただ実質真の戦いはこれが初めて。あっとゴングと同時に仕掛けた顔面へのハイキック、いきなり始まりました。キックの打ち合い、ロープに飛んでアートドロップキック、高山が飛びました。さあコーナーに叩く、そして対角に飛ばす、アートカウンターハイキック。さあ丸藤さん、はい、この両者が、まあ、去年の暮れとは違った意味での真のシングルマッチ初対戦ですね。杉浦選手すごいいい顔してますね、はい、あそして踏み潰して おっとこれで火がついたか。エルボーの打ち合いになりました。うわっとニーリフト、すごい音です。場外ですね、さあ場外に出しました。あっとエプロンから腕を振り下ろした高山、鉄柵、逃げ場のないところでのハイキック、ビッグブーツが飛んできた。そして鉄柱、さあ場外への戦いが続いて、さあ放送席の前に来た本部席、さあ手をオーツにリフト、すごい音だ。先に仕掛けた杉浦、山田内さん、はい、高山のハートに完全に火がつきましたね。一瞬でした。こう一発一発は本当にちょっと決め技になりかねないですよね。そうですね、実は試合前こう話していました高山ですが、もう今までのように蹴散らすような存在ではないと杉浦は話しました、はい、さあ踏みつけた丸藤さん、それだけこの杉浦に力を感じ、それを全て受け止めるというこの高山のコメントだったんですね、はい、やっぱりそばでも見てきてると思うんで、はいはい、その杉浦選手の力っていうのはね、高山選手はすごいよく分かってると思うんですよね、さあ串刺しにして逆さまにして反対側青コーナーから何が出るのか。あーっと膝が飛んでったーストバック、さあそしてローキック。丸藤さん、はい、高山のコメントでもありましたけれども、はい、この追悼、三沢光晴追悼大阪大会のセミファイナルにこの2人のシングルマッチが組み込まれた、はい、その意味、丸藤さんはどのように感じてますか。そうですね、やっぱり高山選手も、ね、三沢さんという存在がいたからこそという部分もありますし、はい、今年に入って杉浦選手はすごいやっぱり頑張ってるんでね、その2人が進路をやるということはやっぱりこの位置しかないだろうと、はい、先ほど行われました GHC ジュニアタッグ選手権、その前にあった小橋長野の初のタッグ、それよりも後のこのセミファイナル、 GHC のチャンピオン塩崎豪も花道の奥でこの一戦を見つめています。まあですからこの塩崎が先日初防衛を果たしましたが、丸藤さん、はい、そのベルトに今後誰がこう挑んでいくのかというところにもこう興味が集まるところですね。そうですね、こういうものすべてがね、そういうふうにつながってきて、あっと後ろに投げた、高山を投げた、もう力ですよね、ヘビー級に通ずる力を持ってるので、はい、20センチ近く身長差はあります。体重差も20キロ近くあるんですが、ものすごい気合い、おーっと一声かけてハイキック、そして身長差がこれだけあるんですが、杉浦のハイキックは届くんです。さあ持ち上げられるか、持ち上げられません。さあそのまま高山がくるっと一回転、おっとローリングスパット、これは珍しい。残念、トレーバスター。そしてこの大阪のファン、こういったカウンター2、殴り合い蹴り合い、まあ、こういった喧嘩マッチ的なこの要素の試合、本当に喜ぶ大阪のなにわのファン気質です。大好きです ね、 ね、さあジャーマンいけるかいけない、あと2リフト、2リフト、3発4発、そのままニュートラルコーナーまで持っていった、あーっと逃げ場がない、溝落ち、あーっと胸板、さあダブルアームスープレックス、カウントは2です。全てにおいて大きい人だった高山は三沢光晴をそう振り返りました。
その影響を受けて、あー、勝てた、張り合いだ、張り合いだ、両者一歩も引きません。おお、ね、おお、高山が止まった、あ、膝から落ちた、落ちた、落ちた、高山の膝が、高山から落ちた、あー、取ってきた、いや、すごい、杉浦の競争引いてますね、今の、いや、先に高山が崩れ落ちました。すかさず2位を当てがった。さあ、そして、さあ、そして、ウサコ取ってジャーバースープレックスホールド、カウントは2。絶対に真正面からぶつかっていく杉浦、試合前のコメント通り完全に杉浦のプロレスを展開しています。おお、そしてフルネルソン、これを、うん、ジャーバー投げっぱなし、一方的に杉浦隆が攻めています。さあ、どうする、うわー、パーツに串出し、もう一丁、なにわのファンに煽られてもう一丁いった、高山が、丸内さん、これ効いてますね、先ほどの張り手が、ね、呼吸もちょっと乱れてきてるんで、はいはい、あ、そして今度こそ行くか、フルネルソンの体勢だ、ドラゴンスープレックスホールド、そのまま、そのままカバーに入る、おーっと通で返した、高山まだ大丈夫だ、しかしこの表情、目がうつろです、目がうつろだ、首をかき切った、首をかき切った、一気に決めるのか、さあ、いか、担げた、オリンピック予選スラムカバーに入る、おーっと決まらない、決まらない、決めさせない、高山右の肩が上がった、いけますよこれ、これチャンスですね、何かが起こる、この何は今宵の大阪、さあ、2発目だ、2発目、アウトさせない、首投げ、さあ、逆転だ、逆転の技、おーっと一気に起死回生、さあ、あった、勝った、タイムアウトに二塁音がしました。いやー、しかしやはりさすが高山ですね、一発で、この今日打破しました。でも相当ダメージを負ってますね、高山選手、先日武道館では小橋とタッグを組みました、伊沢さんのためにが合言葉でした、しかし今日はその言葉は忘れると高山は言いました、自分のプロレスをしないと杉浦は倒せない、それだけの選手になったんだ、全てを受け止めてこそ勝ってこそ、それこそが伊沢さんのためになる、2発目鈍い音しましたね、しかし杉浦も返します、一発で形勢逆転、あっと再び立ち向かう、おっとグーパンチだ、グーパンチだ、両者グーだ、殴り合いになった、さあ、バックドロー、これは急角度、立ち上がった、膝が待っていた、丸地さん、はい、2位はすごいんですが、相変わらずその前のバックドロップすごかったですね、初めて見ましたね、高山選手のバックドロップ、そうですね、はい、かなり高く、そして急角度でありました、しかしすぐ立ち上がった杉浦、うわーっと今度は顔面か顎か、立てるか、崩れ落ちちゃいましたね、さあ、さあ、エベレストジャー、すごい試合でしたね、しかし、しかし、この三沢さんの前で杉浦は真正面から帝王に立ち向かい、この帝王高山はそれ全てを受け止め、そしてエベレストジャーマン完璧に仕留めました、スリーカウントを取りました。いや、丸藤さん、はい、まさに高山が話していた通り、はい、真正面から全てを受け止め、そして勝つ、それこそが三沢さんのため、それ追悼につながるんだ、はい、その通りの試合をしてくれましたね、本当にそうですね、でもこれで高山選手を倒せない存在じゃないっていうのがね、杉谷選手もよく分かったと思いますし、かなり追い込みました、はい、ファンの皆さんもね、それは分かったと思うんで、はい、ぜひまた挑戦してほしいですね、そうですね、はい、
杉浦隆史、今勝ち名乗りを上げたこの高山、2004年の8月 G1 クライマックスのリーグ戦では佐々木健介と戦って、その後脳梗塞に倒れました。